はい、ショーのホビーチャンネルへようこそ。はい、サンニューショーショーです。では今日はモンストやっていきましょう。はい、今日はですね、ちょうど今来てたサターンに行きたいと思います。これ降臨クエストなんで、で僕多分究極クリアしてないと思うんで、てか俺極めもクリアしてない気がする、挑戦したことない気がするんで、ちょっと行ってみたいと思います。あ、極めはクリアしてましたね。じゃ究極行きましょう。パーティーはこちらです。はい、ですね、真ん中にチャーチルを入れております。チャーチルはですね、ユニバーキラー EL なんですよ。だから、3倍の攻撃力で相手に与えられるっていうのと、あと弱点属性なんで、めちゃくちゃ多分サターンには効くと思うので、多分ノーコンできるのではないでしょうか。はい、でフレンドにはゼウス、まあ爆発がいないんでね、僕のパーティー。じゃあこれでいきたいと思います。挑戦。これでね、クリアしたらオーブがもらえるわけですよ、皆さん。はい、あ、背景普通だ。もうちょいなんか宇宙っぽいねやつだと思ってたんですけど、全然ダメージ与えないな、マーメイドに。よし、横にいるやつが倒した。やっぱザコ倒さないとまずいな。いっか、もう。危ない、金のリンゴ出てきた。リンゴじゃない。リンゴじゃなくてハートです。本当になんでリンゴに見えちゃうんですかね。金のね、ハートがあるからちょっとすごく安心っていうのと、ハートがめちゃくちゃあるから安心っすね。ハートめちゃくちゃ出てきますね。この後怖いですね、逆にハート出てこなかったら。はい、ワンフロア目は追加ですね。サターンや、こいつがサターンか。はい、行きましょう。だからね、多分全部木属性だから多分だいぶ楽ですね。さっきはね、チャーチルが木属性だったので、ダメージがね、大きかったんですよね。ほら、ダメージめっちゃ高い。あー、ちょっと待てー、これはまずいぞ。やばい。あー、やっぱり食らっちゃうか。アンチダメージウォールじゃないかな。でもこんなパーティーの中でアンチダメージウォールじゃないの、チャーチルだけなんですよ。だから本当にシールド出てきても怖いのはチャーチルのターンだけなんですよ。で、これが一番立ち悪い。いっちゃん立ち悪いわ、これが。これね、死んじゃう気がするんで、ストライクショット使います。女王陛下のために。あんまり使ったらダメよ。本当にシールドに当たらないためと死なないためだけに使いました。まあでもゼウスもね、まだ溜まってなかったですね。さすが、ユニバーキラー入れる。やっぱ固定砲台2つあると難しいですね、運営が。あ、よし、いいポジション。ハートがやばいぞ、来てるから。
あ、怖いな。危ない。でもね、多分届かないな、あれは。あー、マジかー。コンティニーしましょう、せっかくの動画。あんまね、僕は絶対コンティニーしないんですけど、まあいいでしょ、今日は、今日ぐらい。これでノーコンなくなったー。マジかー。結局やっぱ難しいっすね。だってね、死んだ後にバン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 ハート出てくるんですよ、結局。まあ、貫通2体連れてきたら大丈夫だろうと思ってたんですけどね、ハート取りに行くとか。はい、ボスでーす。サターン。よし、一体だけや。よっしゃ、いいポジション、いいポジション。この EL めちゃくちゃ強いやん、やっぱ。友情コンボは普通なんですかね、当たるだけに強い。仕切り直しよ。はい、これで一回倒すと。これで逆にあそこで死ななかったらノーコンできたっていうのは一番辛いですけどね、ほんと。ストライクショット使いましょうか、ここで。覚悟は良くて、ストライクショット。仕切り直しよ。はい、ね、辛いっすね。爆発が1体しかないって思ってない。よし、あと下に行った。ずっと喋ってないですよね、後半。カンカンしちゃうとダメージ結構食らっちゃうんでね、カンカンしませんでした。ここで多分ストライクショット使った方がいい気がする。私の力お見せしましょう。ストライクショット。ストライクショット。追尾がマジで強い。やばい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 。あ、出金出た。取りに行こう。
うわーダメージでけー。仕切り直しよ。はい、ということで次のステージやね、もう最後、最後です。よし、じゃあ行きまーす。ストライクショット、ストライクショット。よっしゃー、これやっぱね、一発ですよね。EL だから。これあそこでさ、死ななかったらワンコンしてなくて済んだってことですよね。つら。まあまあまあ、一コンでクリアしてみました。はい。まあ、実質ノーコンですね。オーブもらえるんで。はい、もらえるわけないか。実質ノーコン、来た。はい。はい。あ、フレンド出ちゃった。はい。ということで、はい。ということで、サタン降臨でした。はい。皆様をね、この、チャーチル、連れて行けば、めちゃくちゃ強いので、攻撃力めちゃくちゃ強いので、カンカンするとか、あれですね、もう、牛乗コンボ3倍になると思ってたんですけど、そうじゃないみたいですね。はい、普通みたいです。なので、ぜひぜひ、ストライクショット、13ターンでストライクショット溜まるので、ストライクショット連発すれば多分倒せるんじゃないかなと思います。はい。はい、じゃあ、以上、モンスト、サターン降臨でした。あ、また次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Thanks for watching Show's Hobby Channel today. Did you like the video? I hope you did.Well, to watch more videos on Show's Hobby Channel, please subscribe my channel. To subscribe my channel, please click the button right here if you're watching on PC. If you're watching this video on iPhone or an iPad or whatever device else, please click the link right down below in the description line. I hope I'll see you in the next video. Bye!